はい、速稼塾の久保でございます。おはようございます。今日9月30日いよいよですね、消費税 8% 時代が本日をもって終わりを迎えます。その消費税 8% の終わりとともに私たちが準備しないといけないことは、まあ、大きく2つあると思います。一つは何でしょうか。それはですね、消費税 10% になる時のためのちょっとケチリアンといいますかね、対策ですよね。対策の一つとしては、短い間しか使えないですけども、キャッシュレスによるポイントバックってものを受けることができますね。ペイペイとかね、LINE ペイを使えってことです。クレジットカードもいいと思いますしね、そういうのを使ってテクノロジーを取り入れた支払いの方法、こちらの方に乗っていきましょうってことです。現金しか使えないっていう、このスキルのない人、お金を扱うスキルのない人は、これだけでね、大損します。ですので、これを機会に、おじいちゃんおばあちゃんもね、お子さんもいるかもしれませんけども、キャッシュレス決済をなんとかね、使っていただければと思います。ただですね、ちょっと苦しいのは、小学生中学生ってキャッシュレス決済に参加できますかね、ちょっとね、ひどい話だと思いますよこれは、でもう一つはですね、株主優待ですよね。例えば皆さんご存知じゃないかもしれませんけども、イオンっていうところの株、今ね2000円前後だと思います。2000円ちょっとだと思います。イオンの株が2000円ぐらいです。で、最低取得単価っていうのが100株単位なんで、1株だから1回イオンの株を買おうと思ったら20万円ぐらい必要なんですよね。でもイオンの株を買うと、なんとね、イオンの優待が受けれるんですよ。どういうことかっていうと、買い物するたびに 3% キャッシュバックです。これご存知ない方多いと思いますけども、 3% キャッシュバックされるんですよ。で、イオンの株の持ち株の比率によってですよね、3000株持つと 7% 常に買い物から差し引かれるってこともあります。これ知ってるだけで税金の、かなりの部分を圧縮できるんじゃないかなと思うんですよね。だって10万円買ったら、例えば7000円控除されるわけですよ。すごく良くないです。 7% 引き、常に 3% 引き、20万円ぐらいだったらイオンの株って最低株が買えますんで、そうなったら買い物のたびに 3% 引きっていうのはね、この増税の時代ではなくても使える方法ではないかなと思うんですよ。だからね、株式を買うっていうのは、株の上下の、利ざやっていうのもありますけども、株を持ってることによる、優待っていうのが、ね、ありますんで、そちらの方を活用していくだけでもかなり暮らしは楽になるんではないかなと思います。そして対策の2つ目になりますけども、稼ぎ方ですよね。私たちは新しい稼ぎ方に乗っていかなければならないと。いつまでも労働だけをやってるんじゃなくて、お金を置いておくだけで増えますよっていうのね、投資案件、金融商品、それとか、他にもね、なんかの事業参画っていうのがあるわけですよ。そこで私がお勧めしてるのは例のやつですよね。例のやつに関しましては、遅配が起きた部分に関して特に連絡がありませんでしたので、今日全ての方に着金がされると思います。皆さんね、銀行口座をしっかり確認して、おい、入金ないぞって方がもしいらっしゃいましたら、私の方にお届けください。今回なかったらね、これは、激怒する案件ですからね。激怒を私に任せておいてください。あ、ちょっと痛いな、9月30日、8月の入金分が1ヶ月遅れましたけども、1ヶ月文句言いながら待ったんだから、もういいだろうと。早く金を出せって話ですよね。そして10月から新プランが始まります。10月から始まる新プランは、当然ですけども、税金を考えたプランになってます。例えばですね、ショッピングポイントは10万8000円で購入できていたものが11万になるんですよ。いやー、痛いですね。11万になりますよ。で、私たちがやればやるほど、税金を取る人がね、儲かる仕組みですよ。はっきり言ってね、私たちは搾取されてます。本当にぶん取られてます。怒りはですね、カスタマーサポートに向けるんじゃなくて、こっちに向けないとダメですよ。税金を取って、税金で美味しい思いをしてくださってる人たちね、こういったところに向ける怒り、そしてその怒りの矛先を一緒に向けていくのが政党だと思います。皆さんが選ぶ政党はどちらでしょうか。現在ですね、消費税に関してなんですけども、力を発揮してくれそうなのは令和新選組一つだと思いますね。その他、NHK の訪問とかがね、困る方は N 国党に行けばいいんじゃないですかね。それ以外、このままどうなってもいいやって方は、令和新選組、N 国党以外の政党に乗っかればいいんじゃないかなと思います。ひどい目に遭いますから、他は。私はそう思いますね。で、あとはね、存在してない政党を自分で立ち上げるっていうね、自分の思った通りの、国の体制にしていくために声を上げるっていうのも重要だと思います。これがね、やっぱり私たちに足りない最も
大きなことだと思いますよ。自分の責任で発信する、自分の責任で行動する、これが足りないから操られちゃうんですよね。本日の放送は以上です。